今回持ち込んだこの車 S13 シルビア、これもう完全にマイカーです。車の仕様的にはね、エンジンは 2.2 リッターの TG06 500馬力ぐらいですかね。あと切れかカップとか一通りやってるんですけども、まあ、サーキットと違って一番難しいところっていうのはやっぱり進入の速度でしょうね、そこが速すぎてもダメだし、ゆっくりでもやっぱりドリフトの形にならない、そこの見極めが難しいところですね。ブラックマークきっちり残して走りたいと思うんですけど、大丈夫かな、すごい綺麗な道なんでちょっと申し訳ないなっていうのもあるんですけど、きっちり走っていきたいと思います。上品なクラウンが滑るように走る出来たてほやほやの綺麗な路面、この男はどのように滑るのか、ちょっくら行ってみよう。ドリフト。やっぱりやりやがった、新品の路面がいきなり中古品だよ。それでもギャラリーのお子様たちはサウンドと煙にキャッキャキャッキャの大喜び。ドリフトって楽しい。まあ行きましょうか。まあほどほどで。この一部始終を車載カメラでどうぞ。いや、終わりました。やったりましたよ、峠ドリフト。見てください、この5台パトカー、これにね、守られながらスタートからゴールまで、振りっぱなしで、走ってきました。まあ、トヨタが企画したこのイベント、今年で2年目なんですけども、また来年も走りたいですね。ただ来年走るとしたらマイカーではなくてやっぱり D1 車両、これを持ってきて峠を全部ブラックマーク1本でつなげたいですね。そういったイベントまたやりたいと思いますんで、皆さんも、ぜひ、見に来てください。お疲れ様でした。 Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.